こんにちは、真田孝明です。はい、今日はですね、JR 武蔵小杉駅に行きました。で、この武蔵小杉駅は、僕が高校時代をね、過ごした駅でもあり、で、僕の実家にもね、非常に近い、場所でもあるんで、まあ、非常に慣れ親しんだ場所なんですけども、今回このね、台風の影響で大変なことになってしまっているということで、取材しに行きました。JR 武蔵小杉駅なんですけれども、台風の日にですね、ここら辺一帯が水没してしまってたみたいで、まだ機械関係とかね、いろいろと故障中みたいですね。はい、ちょうどここにこうやって乗ってますけど、今日時点だとこの横須賀線も運転再開して武蔵小杉駅もね稼働してるんですけども、もうエスカレーターとかは全部このまだ使えない状態で、全て階段で行き来するような状態になってますね。ここの改札とかもね、半分ぐらいまで使っちゃってたみたいですよ。エレベーターも全部使えない状態です。これからですね、未だに僕が活用している多摩川ゴルフクラブと丸子橋ゴルフ練習場ね、共に河川敷にあるんですけど、こちらが今どういう風になってるか確認しに行きたいと思います。先日のですね、大洪水でここら辺一帯のコンビニも、まあ今日まだね、再開できてない状態です。壊滅状態だったみたいですね、やっぱり。このデイリー山崎も今、いろいろと商品を搬入している段階ですね。まだ稼働してないです。ここら辺はもうすぐ河川敷の近くですけど、水没した痕跡がいっぱい残ってますね。大変なことになってます。そして壁とかにもね、かなり高い位置まで水没していたことがわかる跡がついてますね。これなんかも全部水没しちゃったんでしょうね。大変ですね。これ車なんかも大変なことになってる。国土交通省からも災害復旧の車が出てますね。ようやく多摩川に着きました。で、ここの土手を上がったところが、いつも僕がね、日本に来た時に遊びに来てる多摩川ゴルフクラブなんですけど、わーこれ大変ですね。まだ全然このプレイできるような状況ではない。ここら辺一帯を全部ね、この氾濫した川の水で埋まってしまってたみたいですからね。これは大変だ。まだまだプレイできそうなんで。ちなみにここの多摩川ゴルフクラブは、平日だと、この9ホールしかないんですけど、しかもショートホールしかないんですけどね。4300円で何回回ってもいいっていう、まあ、優れたゴルフ練習場だったんですけどね。都会に住む人たちにとっては、なかなかゴルフ場ってね、僕が住んでるマレーシア、ジョホールバルのように、近所に18ホールのフルのゴルフ場があるわけではないんで、ここの多摩川ゴルフクラブは、まあこうやってね、駅からも近くにあって、そして4300円くらいで何回でも回れるっていう優れたゴルフ練習場だったんですけどね。これは復帰はいつになるか。ここら辺も全部水没したみたいですよ、本当にね。大変なことになってます。じゃ次に、ここのすぐ隣にですね、丸子橋ゴルフ練習場っていうところがあって、まあ、そこは簡単に言うと打ちっぱなしなんですけど、そっちの方がどうなってるか見に行きたいと思います。木なんかも思いっきりもう倒れちゃってますね。これはすごい。鶴見川のすぐ近くに住んでるんですけど、まあそこが1回だけね氾濫したことがあるんですけど、まあ以降ただの1回もこうやって鶴見川とか多摩川が氾濫したことはなかったんですけどね。僕生まれも育ちもずっとここ綱島駅で、まあ、武蔵小杉なんかもしょっちゅう来てた場所で、何よりも僕は高校3年間過ごした場所でもありますからね。ゴルフカートだけありますね。本当はここにね建物とかもあったんですけど、建物とかどこ行っちゃったんでしょうね。まあでもこの状況だから大変なことになってんじゃないかな。
丸子橋ゴルフ練習場も大変なことになってしまってますね、これは。僕はいつもここで練習してたんですけども、野外スペースで大空に向かって打てるね、非常に気持ちいい場所だったんですけど、ドライバーなんかでもね、思いっきり打てるような場所で、で多摩川ゴルフクラブの方はドライバー使えないんで、多摩川ゴルフクラブで練習した後にここに来てね、ドライバーだけやったりとか、あとは3番ウッド、7番ウッドだけやったりとかね、してたんですけど、これはちょっと大変ですね。で、ここはちゃんとパターとかも練習できる場所が、あとはサンドビッチとかね、アプローチを練習できる場所が完備されてたんですけども、今こんな状態ですね。どこからか、ゴールポストまで流れ着いてきちゃってますね。本来このゴルフ練習場の横にこのゴールポストがあるわけないですからね、どこからか流されてきたんですね、これ。で、ここには本来受付だとかそういうね、小屋もあったんですけど、自動販売機とかもあったんですけど、自動販売機も小屋も何も見当たらない状態ですね、これは。これは結構大変ですね。ということで、まあ、今回の台風、さらにはそれに伴うね、大洪水。これによってね、大きなこの被害を受けている形になっている武蔵小杉近辺ですけれども、一刻も早い復旧をね、願いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。